アンドレイ・ホテイエフは、サンクトペテルブルク出身のロシアのピアニスト。サンクトペテルブルクで1985年6月における、スビアトスラフリヒテルとの彼の出会いは、アンドレイ・ホテイエフのピアノ演奏のうまいスタイルに深い影響を与えた。5歳で、ピアノの学習を始める。モスクワ音楽院で名教師レフナウモフに指示した。サンクトペテルブルクで1985年6月における、 スビアトスラフリヒテルとの彼の出会いは、アンドレイホテイエフのピアノ演奏のうまいスタイルに深い影響を与えた。1990年、アムステルダムのコンセルトヘボー、ロンドンのパーセルルーム、ハンブルクのライスハレにてデビュー。1991年4月18日、ディベルト氏は彼を非常に優れたさのある芸術家であり、目も眩むような高度な技術と異形の念を起こさせる。 力を持った演奏家だと評した。1995年、パリのサルプレールで初リサイタルを開く。著名なオーケストラや指揮者との共演やソリストとしての活動によって、安定した演奏技巧と豊かな情緒が特徴的で、とりわけ、チャイコフスキー1から4から全てのピアノ競争曲作品の解釈で知られており、世界各地でオーケストラと共演を続けるほか、 著名なオーケストラや指揮者との共演やソリストとしての活動によって世界中で現代の偉大な演奏家の一人として知られるようになった。1993年以降は家族と共にドイツのハンブルクに移住しているアンドレイ・ホテイエフとウラジーミル・フェドセイエフ、チャイコフスキー・4つのピアノ競争曲、モスクワ・ワールド・プレミアム・ソルグスキー、チャイコフスキー・リスト、 ショスタコービチ、ラフマニノフ、スクリャービン、プロコフィエフ、ベートーベンなど多岐にわたるレパートリーを誇っている。かつてはロマン派音楽とロシアとソ連のピアノ音楽を中心に超絶技巧を聴かせる曲目が多かったが、近年ではワーグナーやブラームス、グバイドゥーリナやシュニトケなど、より内面的、瞑想的な性格の作曲家の作品にも意欲的に取り組み、 新境地を開拓している。税産、2005、アンドレイ・ホテイエフト・スビアトスラフ・リヒテル、ユガン・ケスティング、エイン・デュ・スター・ロマンティカル。大サイト、http コロンスラッシュスラッシュ www.zite.de スラッシュ1998スラッシュ47スラッシュエイン・デュ・スター・ロマンティカル。セーテマイナス12013年1月5日閲覧。リヒテル直系のハットハットバーハー。 フォンギュンター、ムジークセヘン、ファルベフレン。ハンバーガーアベンドブラッド、httpww. w アベンドブラッド,ーード,ラッ,ドデックルツール。ライブ、アーティクル415860。ムジークセヘンファルベ、ホーレン。html2013 年1月5日閲覧。モルゲンポストセプテンバーシックスス6ス2006イロフトナン。 ハットレスリーラッツ、バーシュラッセルトクロングバツチャルファトンワードニイエッツ、インサルト。ダイベルト、h t t p w w w ベルト、で、プリント、ベルト、アーティクル509,075、バーシュルースセルトクロングバツチャルファトンワードン、イエッツインサルト、html2013 年1月5日閲覧。ラッツレスリー、レビューオンザスリーピングビューティー、コンチェルティ2012、 アンドレイティエブ、ビルダー・アイナー・オステレオン、リーデル・ウンド・トンテッサデ・トダス。ありがとうございます。